あ、今日はどうも、あの、このような機会を与えていただき、ありがとうございます。あの。私の。まあ、命題の最終講義なんですが、まあ。それをそれちょっと広げて。自分の人生自体を、なんか、振り返る感じの。講演とさせていただきます。 ちょっと記憶に間違いがあるかもしれないしちょっと至るところで自慢話も出てきますが、まあ、お許しください。えっとこの講義の内容はあの多くは私のホームページにすでにアップロードしているものからの抜粋なんですがえっとこの4月からホームページが変わりましたので下の方のホームページを見ていただければより詳しく あの確認し,していいただくこととができる,できると思います私の研究人生を大体10年ごとに区切りがありまして、まあ、20代のアメリカ時代これはあの学部はブラウン大学っていうところで主に物理学の基礎の勉強をしてそれから 大学院はコーネル大学でソリューシロンの研究をやってそれで博士研究員としてバージニア工科大学に行ってまあソリューシロンの研究をやるとともにそれでちょうど30になる年に奈良女子大学の医学部物理学科の女子になりまして。 ソリュシロン研究室でしたがまあたんぱく質の,あのシミュレーションもやっていいってことなので、まあ、幅広くさせていただきましたそれでその後あの愛知県岡崎市の分子科学研究所というところのになってここからはもうあの生物物理計算科学に専念しましたタンパク質の折りたみとかそれで50代は50代と 最後の60半ばまでは名古屋大学の物理学教室でお世話になりましたでまあ主に計算物理学計算生物物理学計算科学という分野で研究をさせていただきましたそれではあの私の人生につ研究人生について小さい頃から話を始めますえっと 私の生まれ故郷は三重県の尾鷲市菅利町というところでそこに中学校を卒業するまでいましたこの菅利町っていうのはあの日本の里百選にあの選ばれているところでまあきれいなところだと私は思っております景色があの小さな漁村,漁村で過疎、まあ、です典型的な でじ私がいた頃は人口が約1,000人いたんですけど現在は約200人ぐらいに減ってるそうです。で主にご老人のちが中心の町です。で左側の分子科学研究所の所長だった伊藤光先生が描いた絵で右側それの大体同じあの角度から撮った写真を見せてますがあのこういう。 屋根瓦が、えっと、密集してて、景色のいいところだと思います。で、これは、あの、海岸から寺を。見上げた。景色ですね。で、ここに巡航線の桟橋がありまして、あったんですが。今はもう巡航線も、あの。サービスをやめてますが、当時はありまして、そこからの景色です。 ちょうどこ,こに人工船が来ている写真では来ているところですね。で私は3人兄弟の末っ子で、えー、っと両親で兄で姉で私ですね。それで今も年に一度ぐらいはすがりに帰っているんですが帰るたびに町の最新の情報を得るの題ですねあのお寺夫妻寺っていうお寺があるんですが。 お寺行くとあの住職の牧野明徳さん秋典さんかなにお話を聞くとそれからあの民宿の丸豊という民宿があるんですがそこのおかみさんと話をしたりあと小さい頃から散髪してくれてた中村さんという床屋さんですね。まず屋さんに行って 散発してもらいながら、すがりが最近どうですかっていう、いろいろ、すがりの。情報を期待しています。そさっきも言いましたように、人口は千人。ほどで。あの。もう過疎なんで、私の卒業した小学校も中学校も、今はもう、あの。休校というか。やってません。それで。私が小学校、中学校卒業した時は、男七人、女七人、合計十四人の。 1> 1学年14人の生徒でしたあのこれが小学校卒業の時の写真ですが男7人女7人女ですそれでまあ私がいつもすがりの話をするのでいろんな友達がすがりを訪問しましてまずは高校の時の同級生が来たりそれからブラウン大学の時の,あの友達の,あの弟さんですが来たり。 ブラウン大学の友達が来たり最近ではケンブリッジ大学のお友達が来たりしましたそれから奈良女子大学に勤めたのであの30代はその頃の同僚が夏休みになるとあの海水浴を兼ねてよく来てましたあと私の分野の分子科学の分野でもあの さっきの絵を描いてくださった伊藤光夫先生。えっと、私がいた分子研の所長だったんですが。とか、分子研の同僚だった平田さんとか。分子研の同僚だった谷村さんとか。それから。まあ、海外の同業者。ボストン大学とか、ミシガン州立大学の人が来ました。このマイクロファイブっていう人が。私とすがり行ったんじゃなくて。 ある時こういう電子メールを送ってきましてスガイの写真を添付してであの「この写真分かりますかこの場所分かりますか?」っていうメールだったんですけどひってみたら「あこれスガイだな」と思ったらなんかバケーションであのこのジョン・ストラップがあまりにいいところだってスガイを褒めるんで来てみましたと。でも彼の印象は 趣があり景色の良いところでしたという。印象でしたけど、まあ。多分何もないところだと思ったんだと思います。ただ、あの。一人で行くとそうなんですね。僕と一緒に行くと、いろいろと楽しいことがあります。例えば、僕と一緒に行った、ジョンストラップさんは。この寺でですね、木魚。をこう歌してもらったり。して、結構楽しくやりました。 最近もあのケンブリッジ大学の,あのマティアスさんワレリーさんがすがり一緒に行ったんですがこの住職の牧野さんがあの前,回の前回の方っていうのはジョン・ストラップのことですがの方に「木魚を打ってもらったから今回も打ってみてください」って言って,木々を打たせてくれましたそれであの 小学校5年生頃にです、ね、私は湯川秀樹日本の最初のノーベル物理学賞受賞者の伝記を読んでとても感動して、まあ、物理学者になりたいなと思ったんですねこれが湯川秀樹でこの方はドン・エニーって言ってあの私が大学院の時のコーネル大学の教授をされてた方で実は湯川さんの大学院生だったということでコーネル大学のドン・エニーの オフィスに行ったたららこのの写真が飾られていたのかなそれでコピーさせてもらったんですけどいずれにしろこの湯川さんの伝記を読んであの物理学者になろうと思いました小学校5年頃ですね。それで私の1年先輩に世耕弘美さんという人がいて文武両道の方ですね。 スポーツはやるるし勉強はよくできるとそれでよくは一緒にひろみさんとは銭湯に町に一つ銭湯があったのでそこの銭湯によく行っていろいろ話をしました小学校の頃。それで,ですねある日の夕方ですね巡航船先ほどの巡航船の桟橋の近くで津軽湾を眺めながら二人で話しましたと瀬古さんが6年生ですね 将来はロケットとか宇宙関係の職に就きたいと僕は小学校5年生だと将来はソリそシロンの研究者になりたいというような話でじゃあ人でじゃあそれじゃ東大を目指そうというような話を小学校のこの下のを覚えています。で実際この瀬光弘美さんはですねあの住職の牧野さんがいるあちこちで講演するときに「すがりから宇宙へ」というような。 あの講演タイトルでお話しされるように菅井の,、まあのヒーローロですねそれで彼は菅井中学校の後伊勢高校で出て東大リーチに入って工学部大学院工学研究科から三菱電機鎌倉製作所へ行って人工衛星をたくさんあの設計したし NASA に行ったりいろいろされたのであの小さい頃のまあ夢を叶えた。 方だと思いますそれでえっと今度は高校をどこへ行ったかといいますと三重県の公立高校だと伊勢高校ですねこのひろみさんも行った行くのが普通だったんですが、まあ、そこだとどうせ下宿しないといけないと。で兄が私の兄が浜松にいたんで下宿が同じするんだったら身内が近くにいる方がいいっていうんで兄さんがあのを頼ってですね 越境して静岡県立浜松北に入学し,ました。で下宿はですねあの高校まで歩いて15分ぐらいの八ちゃん食堂っていうあの食堂の離れに一部屋もらってそれであの下宿の大家さんの船戸さんの奥さんがあのお弁当も作ってくれてなんか3食好きだったんですね。 それれから洗濯もしてくれたんです兄が交渉してくれてそういうふうに本当にお世話になったんですがそれで雨が降った子の生活どうだったかっていうと私小学校の頃はよくあのソフトボールを友達とよくやってて走り回ってたんですけどねで中学はあの部活動でバレーボールでやってたんですけど高校入ったらちょっと大学受験頑張ろうと思って。 あのもう運動部はちょっと厳しすぎると思って、月に2回ぐらいしか活動しない物理クラブに入ったんですね。ところが運動運動不足で多分寝てると小村帰りが足がつっちゃうんですね。それで1学期終わるところにはかなりちょっとげっそりしてしまっていたんですが、それをちゃんと見てたあの担任の先生がですね、あの 夏休みの終わりの最初のホームグルームの時に僕を呼び止めてですね「君はあの田舎から出てきて友達もいないようだし顔色もよくないから運動部に入りなさい」と言ってくれたんですね田中先生が。そしたらそのそばにいた柔道部の宮崎君が、ね「それでは柔道部に入りましょう」と言って宮崎君に連れられて、まあ、1年生の秋から柔道部に入りました。 まあ柔道なんてあんまりやったこともなかったしあんまり興味もなかったんですけどまあ健康のためにいいかなと思って始めたんですが部員が1学年16名もいてあの全然僕も下手だったんで大体公式試合に出れなかったんですね。いつも応援するだけだったんですけどただ一度だけあの2年生の時に浜松市の柔道大会で 各から2チームでで出たんです、ね、10人だったかな ?5 人5人。それでたまたま怪我人も出てて僕にもチャンスが回ってきてあの1回だけ公式試合に出たことがあるんですけどその時にあの横潮型たが決まりましてですねあとちょっとで技ありまでいくんだったんだけど逃げられてそしたらもう相手が疲れちゃった感じで立ち上がって 組み合った瞬間に技をかけたら、大外刈りが見事にかかって相手が吹っ飛びまして一本勝ちしたというのが私の柔道部の思い出です。それでですね、高校三年の夏休みが終わって最初のホームルームで、あの担任の松浦勝先生がグループ基金という財団法人が高校卒業後にアメリカの大学に4年間留学するための 奨学金を出しているので。あ、全国から若干名採用するという。募集をアナウンスしてくれたんですね。で、私は、あの、以前から、あの、姉に、あの。アメリカ留学したらどうかとか言われてた、ちょっと興味を持ってたし。それから、まあ、学問の中心はアメリカだなと思ってたので。特に物理学なんかは。いずれアメリカ行くんだったら、まあ。 留学してもいいかなと思って応募してみたらですね。あの合格したんですね。10月に受けて。で、1一月に合格通知を受けてました。そしたら、少し経って、グルー基金から、あなたはサイエンスを目指しているので、ブラウン大学へ留学してもらうことになりました。と。アイビーリーグの名門校ですって言われたんですが。あの私、ブラウン大学もアイビーリーグも知らなくて。あのあ、そうですかという感じだったんですね。で、まあ、それまでずっと。 受験勉強もしてたので、3月には東大理科一類に合格したんですね。その時に思ったのは、ちょっと学者になるには、あの、名前を聞いたこともないような。ブラウン大学行けるよ、りは東大行った方が。いいんじゃないかなと思って、少し迷ったんですね。それで。でも、もう。この時点で、留学自体したら、ちょっと。あの。 後輩にも悪いだろうと思って、あのそれはできないなと思ってたんですね。このグルーキンでどういう危険かというと、このジョゼフグルーという方が、あの1932年から10年間、あの太平洋戦争勃発まで中日対照された方ですね。ですごく日本が好きで、新日化であの日米海戦を最後までやめさせようと。 頑張ったんですけど結局止められななくてて戦争になっっしまったで1941年の太平洋戦争勃発とともにアメリカに帰られてそれで1944年に「10 years in Japan」という当時の日記をですねアメリカで出版して、まあ、それはアメリカでもよく売れたんですがその翻訳部がですね「対日10年」というやつが1948年に出版されて日本でベストセラーとなりました。 その印税をこの退日10年の印税をあの戦争で最悪になった日米関係を修復する一助としてなんか教育とか事前施設に寄付したいと、まあ、あの日本にいた頃の友人の樺山愛介さんですかに印税をくれたんですね。それで山さんが じゃあこれどうしようかということでこのお金にさらに寄付を集めてですねあのグループ基金というのを立ち上げてそれであの日本から留学生をアメリカに送って日米親善のためにあの寄与しようというふうに考えられてあの1950年代にグループ基金が始まったんでもうあの 僕が応募したた頃はかなりの歴史があったんですねそれで先輩の名簿がグループ近からくれたのでちょっと見てみました。そしたらですねあの学問ではあの伊藤裕二先生というのがブラウン大学これは私がちょうど留学する予定だったブラウン大学の数学の教授をされてたとそれから入江明さんって方がシカゴ大学の教授をされてる 後にはハーバード大学の教授になってあとはアメリカ歴史学会の会の長もされた方ですそれから堀場さんって方が中連大学の経済学の教授あと日本の大学に帰ってきて教授をされている方もいらっしゃるとあと国際機関でいえば国連関係に勤められた方もいらっしゃるしあと報道関係で NHK とか AP 通信とかいろいろ勤めている方もいらっしゃるしあと経済界でも ジェネラル・エレクトリックとか新日鉄とか三菱重工三菱マテレル日立製作所と。でこのリストを見てあ僕はじゃあこれは大丈夫だなと思ったんですね。あのこの先輩たちの活躍ぶりを見てこれならたとえ物理学者になれない場合でも何かやっていけるだろうと。それでまあ留学を決心しました。 しかしですね家族や、まあ、先生方は周りの方はみんな東大行くべきだと留学に反対してましてですねまあ四面疎化状態になっちゃったんでそれで上の名簿に載っていたあの私の留学先のブラン大学の教授の伊藤祐二先,先輩に手紙を書きました,た伊藤先生の返事はですね あの東大に行けば成功する可能性が高いでしょうしかしアメリカに留学してくればまた全く違う可能性も開けると思いますと実際私も東大リーチに合格しましたが留学を選びました後悔はしていませんというような内容の手紙を頂い,いてでこの手紙をですね親とかその反対してた方に見せてさっきの名簿も一緒に見せたらもう誰も反対する人がいなくなったんで晴れてあの留学。 心置ききなく留学に出発することができました。で、それが1975年7月末ですね高校卒業して4か月経った時ですかそれでブラウン大学にはですね先ほど言いましたように伊藤裕二先生が数学科の教授でいらっしゃるしあと2年前からグルーキ金ンから派遣されている渡辺伸一先輩が同じ物理学科に行ったんですね。 それから近くのボストンにはですね、5年先輩の中西久さんが、あの、ブラウン大学の物理を卒業した後に、ハーバード大学の大学院、物理の大学院生してたんですね。こんなに近くにこんだけいるから、助けてもらえるなと思って安心してたんですね。それで一緒に留学することになった前田君と一緒に、あの、夏休みを、 ブラウン大学の英会話スクールに通って、過ごして。あの順調に行ってたんですが、まあ夏八月も終わってですね。前田君は上図に大学の方に出発して、僕一人となりました。ここで困ったことが起きまして。油断してたんですが、頼りにしていた伊藤先生も。渡辺先輩も夏休みでいなかったんですね。それから中西先輩の連絡先を知らなかったんです。 それで急にあの寮にずっと行ったらいいと思ってったら寮を追い出されちゃったんですねあの。新学期が始まるまでのほんの数日間だけですけどその数日間寮を出て,きな出てきなさいって言われましてそれで困っちゃいましてあのお金をほとんど持ってなかったしクレジットカードもないしホテルか泊まる金もなくてこれ誰に頼るにも頼れないなと困ってた ふと思ったのはあのブラウン大学があのから来た手紙の中にあのホストファミリーを紹介指名してくれてたんですね。でもう全然面識のない方ですがもうそろそろ電話をしましてですね「あの5日間だけあの止めていただけないでしょうか」とか言って。あの まあ、無理やり止めていただいた感じで非常に今から思うとあのご迷惑をおかけしたなと思っております。それで9月からいよいよ講義が始まったんですがあの英語は聞き取れないんですね。あの一生懸命板書を写すのとあと辞書を引きながら教科書を読むというのでまあ 思いいのほかは難しいなとそれでいろんな科目の先生にですね「私は日本から来たばかりでちょっと英語は聞き取りにくいのでゆっくりしゃべってください」と言うとみんな「はい分かりました」とか言って受け合ってくれるんですが5分ぐらい経つと元のスピードに戻っちゃうんですね。それでもう全然聞き取れなくなると。でグループ機ーの先輩見てみんな「 すごい英語がペラペラになるんですが私の場合ちょっと耳が悪いのか全然英語が上達せずに講義が完全に聞き取りになるまでだいたい丸2年はかかってるんですねえらい時間がかかったんですけどしゃべる方もいまだにたどたどしいんですがあのラッキーなことに同じ物理の講義にあの日本語ができる台湾人のペイクンチャンという人がいましてでその方日本語ができるのは日本に数年間 あの学校に行ってたらしくて親の仕事のパンケーそれで日本語がペラペラだったんでもう彼とすぐ隣に座って講義室の聞き取れないところは聞けるようにしたので非常に助かりましたで実際非常に仲良くなって2年目はホープカレッジっていう寮に一緒に同室にペイ君ちゃんと住みましたちちなみにこっちが ジョンフランダースって一年生の時の寮の同同室の人です。で三年生になると寮も個室にもらえてまあ住んだんですけど四年はですねもうあの義務でなくなる。三年生まではブラウン大学は全寮制なんですね寮に入らないといけないんですがで寮生活でいろいろと友達。 作ったり、あのいろいろと切磋琢磨するようにしてるんです。四年生は。まあ、学外のアパートに住むことを許されてたんですね。それで、渡辺信一先輩から紹介されて仲良くなってた。マークライアンという。この友達がいるんですけど、彼が。僕に、あの、一緒に住まないかって声をかけてくれて。で、彼の友達のマイクルカスビッウィいうのと、テッドロービッチ。ビッチっていうのがこの四人で。学外のアパートのワンフロアを借りて、一緒に住みました。 あの4つの個室と共用のリビングダイニングキッチンとバスルームですね。で,でこの程度が3ヶ月ぐらいで出てったんで誰か補充っていうんで僕の友達のエリック・滝川ガワ彼はあの応用数学の大学院生だったんですが彼に入ってもらって4人で住んで、まあ、4人だからまあ 1, 1人週に1日料理を担当すれば4日間は夕食が食べれると。あと1人 つと5日間はちょうど平日全部夕食が食べれるってことでこの僕の先輩のジェイ・ヤングっていう彼も日本から来てる来てた人ですが彼の料理だけは入ってもらって週5日間はあの毎日交代で料理して週末は各自勝手にするっていう生活をしました。これがえーとマークとあとあ マイクですねで彼らの友達のアーティーっていうのがいます。彼はあの同じアパートに住んだわけじゃないですか。あとこれがあマイクの奥さんとなったマーサーって方ですね。あの僕の面識のあるブラウン大学卒業の有名人でこのさっきのマ,マイク・ルーカスウィッツの奥さんですね。彼女はですね シカ,ゴシカゴのアートインスティュースだったかな美術館の学芸員やってたんですけど最近はですねハーバード大学の美術館の館長にならってすごく偉くなられ,れたですこのマイクの奥さんですね。それからですね同級生に国谷寛子さんって方がブラウン大学の確か国際関係論だったかなそんなような分野にいらっしゃって。 彼女は NHK のクローズアップ現代っていうのをずっと担当されていたので、あの、知っている方も多いと思いますが、この二人は直接知っている方です。あと、だいぶ年代が下なんですが、面識ない人でブラウン大学卒業の著名人は、あの、ハリー・ポッターのハーマイオニー4人役のエマ・ワトソンですね。彼女がブラウン大学卒業しています。 それでですねあの腰を痛めたんです、ね、えっと浦和大学2年生終わった時に2年先輩の渡辺先輩がちょうど卒業したんで夏休みにアメリカ大陸を横断しようと2人ででロサンゼルスまでバスで行ってそこからあの日本に飛行機で帰ろうという計画立てて。 あのグレーハンドバスのアメリパスっていって半月乗り放題のチケット買ってあの我々東海岸ですロードアイランド州プロビデンスブラウンダイガーからののは東海岸ですがそこからですね2人でバスでアメリカ大陸を横断したんですけどまあ退屈ですよね長い時間かかりますからだからちょっとバスの休憩時間なんかですね あのウィスコンシンのマディソンかそこで30分の休憩があったんで2人で暇潰しにですね相撲を取ったんですね。そしてそしたらですね、まあ、ちょっと決ま試験かなり疲れてたこともあるしあのいつもあのホープカレッジというその寮の前庭で相撲を取るって大体僕の下手投げが決まってたんですけど。 この時はなかななかかか技が決まらなかったんですねそれでちょっと重度のお家ち狩りをかけたらゴキッと言ってですね私の右の背筋に激,激痛が走ってそれであの旅の途中ですしまあ病院も行かずにこうだましだましロサンゼルスまでたどり着いたんですね。で ロサンゼルスにはそのブラウン大学の同級生のジェフっていうのがいて彼のファミリードクターにちょっと見てもらってちょっとか鎮痛薬とかもらって日本に帰ったんですがえっとで日本で治療して夏休み2か月,2ヶ月ぐらいは日本にいたんであの 治って帰ってて帰きたたたんんでですすけどまた再発したんですねそれは今度は3年生が終わった時の夏休みの終わり頃に道歩いてたら同じ物理のですねユーゴスラビアからの留学生がいてばったり会ったらちょうど今引っ越し中なんで奥さんと2人でやってるんだけどちょうどいいとこ来たから手伝いとか言ってそれで3階からですねこの重い荷物を下ろすのを手伝ったんですね。 そしたらですねあの夜になったら急に痛くなってまあ1年前に帰国した時に作ったあのコルセットをやっぱりつけないと歩けなくなっちゃってんですね。であのそれが4年生ちょうど始まりましたんで4年生は研究室がもらえたからそこにですね簡易弁当を持ち込んでそれで勉強て つかにとそこあの痛くなってくるとそのカインベルトに寝てあの電気ヒーターで温めてやるような生活してました。でそれもな治ったんですが今度はコーネル大学の大学院行ってまた今度はあの冬休みにシカゴ大学に大学院行って渡辺先輩のところに遊びに行ってで夜行列車で帰ってる時にやっぱりちょっと。 疲れちゃって腰痛が再発したんですねで。またコルセットをつけなくとは歩けなくなったんですが、えっともう今年大学の大学院に行っいたので今年大学の学内のクリニックへ行って診察してもらったんですね。そしたらそこのあの女若い女医女医さんだったんですけど名医だったですね。で彼女が言うにはですね、ほとんどあのどこが悪いのかわからないような状態。 ななののでこれはもう治療のしようはないとだから問題なら背骨の周りの筋肉を鍛えるしかないんですよと言ってですね体操を教えてくれたんです。でその体操をやったらすぐ治ったんですね。で今までコルセットつけると何か23か月はコルセットないと歩けなかったのが教えてもらった体操をやったらあのもうすぐ歩けるようになってでそれからもう二度と再発してないんですね。 で、私はあの留学前の若い生徒さんたちにアドバイスするのは。旅行中に相撲を取るないよと。相撲を取ると僕みたいに腰を痛める可能性があるよと。それからもう一つ、今、あの私が留学中に困ったのがですね、もう食事が。日本食を食べたくなって、もう本当に困ったんですね。で、日本人の家族に頼るしかなかったんです。だから、まあ、これから留学するって人には。 最低限の自炊ができるように少し練習しておきなさいというのがこの2つを私はこれから留学を考えている若い人にいつも言っていることです。それで1年先輩に向井静夫さんというのが医学部の特別プログラムにいたんですけどその,先生あの両親がですねご両親がボストンにいらっしゃってお医者さんになったんですね。あの眼科の 研究されているハーバード大学の医学部の教授でありマサチューセッツアイアンドイヤーっていう研究所の外科医をされていた方奥さんはもう医者さんでそのところで共同研究がされていたんですがあの向井静岡さんがですねあの一度ボストンのご両親の家に 食事に呼んでくれたんですね。クリスマスの頃でしたかね。それであのいろいろとご馳走になって、でまああの非常にあの仲良くなって、それであのなんか日本食が食べたくなると向井先生のところに電話してあの。 食べさせてくださいって言って勢いだったんですでも向井静夫さんがいなくても自分で勝手にあの向井先生ご夫妻に家に行って日本食を食べさせてもらって。っていうことで非常にお世話になりました向井先生奥さんこのお二人ですがしかも私はずうずるしくあの友達も連れて行ったりですねまあ えらい図々しくやってまして、今から思うと本当に。ご迷惑をおかけしたなという。感謝の気持ちでいっぱいです。あと、私の日本食の確保で、もう一度、今度は、あの。吉田良二恵美子ご夫妻っていうの方があの、ブラウンド大学の近くの。病院に、あの。この方は、吉田良二先生、慶応大学の医学部から。あの。 隣の町のポータケットにあるメモリアル・ホスピタル・ウロード・アイランドというところに研究で来られてた方なんですけどまあお知り合いになってから頻繁に食事に呼んで頂い,いてさっきの同じ物理のペイ君ちゃんとあと同じ台湾から来てやっぱり彼も日本で育ったある程度何年間か育った日本語ペラペの。 チャンフリ僕と3人でよく吉田家に食事に呼ばれてあのお世話になったんですがで特にですね私はぎっくり腰が持病があるのであの再発した時でしたかねあの石田先生の紹介で同じポータケットメモリアルホスピタルの外科医のリチャード・バーティーニ先生にところに、ね、月に1回 あの診察してもらってそれであの腰を背中を見てもらいましたアメリカは医療費高いんだけど吉田先生の紹介なので全部タダであの診察していただいて非常にこれも今から思うと本当にお世話になったなと思っておりますそれであのオランダ大学のえっとだいたい三年間で 大体もう物理と数学終わっっちゃったんです、ね、だから4年目は大学院の科目を取って1年間大学院の科目を取って修士号もくれるということになったわけです。で3年生が終わった時にですねでじゃもう卒業研究やりなさいっていうんでこの私の指導教員のハンフリー・マリスっていう先生がこれ低温物理学の実験科ですけれど夏休み中にですね二次元二次雲計これはあの 体磁石の模型の厳密使をちょっと勉強したらどうかっていう提案してくれましてでさらにね生活費がかかるだろうからといって隣での研究室で非常に科研費とかたくさん研究費を持っているリオ・キャダノフって方にあのちょっと夏休みのアルバイト代を出してくれと言ってくださって1,000ドルカダロフ先生からお金を頂い,いて卒業研究をしたという。 非常に恵まれたことでしたそれでこのハースターのグリーンの教科書でのあるハフ,ィファフィアン・フォていうのとそれからバ,バクスターのエンティングのこの論文が出たところだったんでこの厳密解の方法を勉強してそれをまとめ卒論にまとめました。 でこれが卒業論文ですけどあとあの隣の研究室にあの日本の東大から博士研究員で来てた荒木さん荒木光さんって方がいらっしゃって彼がいろいろとアドバイスしてこの卒論に関してもいろいろとアドバイスしてくれたんでここで謝辞であのドクター荒木にもあの感謝を述べておりますけどちょっと計算とあといろいろ式の導出なんかに、ね。 手伝っってもらでこれがまああの目次ですがそれでこの二次元イジング模型のファフィアン法っていうので求めたこれが厳密解なんですがこれがオンサーガーっていう人が求めた厳密解なんですがそれをファフィアンで求めてさらにそれをちょっと拡張して三次元にできないかと三次元イジングっていうのはまだ解けてないんですね。でファフィアンでやったらこういうまとも 最もそうな式が得られたんですけど結局分かったことはこれは三 <laughs> 次元のの模型の解にはないってことこが分かりましただからまあ僕の卒業研究はこのファフィアン法では三次元イズグ模型の解は出せないというのを数学的に証明したのが私の卒論ですね。それでえっと あの今度は大学院ですか。大学院入ると大体もうただでアメリカの場合は特にサイエンスの場合はティーチングアシスタントとかリサーチアシスタントになって奨学金が出てもあの生活できるんですよね親の仕送りゼロで。それでアメリカの大学院に行くことにして僕は良大学に応募して。 イイリノイ大学アバシシャンピーンーフェシップそれからカリフォルニア大学バークレー校とコーネル大学は TA で合格とそれからテキサスオースティンは RA で来ないかと受かって当時バークレーはですねあの物理学で全米1位にランクされていたんですね。でそこに受かかったから あのバーークレーが第一,かなと思って第一候補だなと思ってしかもカリフォルニアなのでまたちょっと食べ物にこだわりますが日本食が手軽に食べられるということであのちょうど飛行機代半分ぐらい出してくれたのかなバークレーがそれで見に行ったんですね。それであのそれやるつもりになったソリシロンにちょうど日本人の鈴木真彦さんという方がいらっしゃったんでその先生にちょっと面会を求めて。 あの今度大学受かったんですけど「ソリューシンをやりたいんです」って言ったらですね鈴木,鈴木先生がおっしゃったにはソリューシの理論のソリューシンはですね職はないよとほとんどないだからやめた方がいいですよとそれに対してですね最近は日本に高エネルギー研究所っていうのができたので実験施設ができたのでバークレーの博士号を取ればすぐにもう助手とか宿ってもらえる可能性が高いから。 素粒子実験をやりなさいとあの進めてくれたんですねでまあ私はソリュシ論は就職が難しいのはまあある程度は聞いてたんですけどやはり難しいんだなと思ってでもまああのバークレーも気に入ったのでジムの方に「ク、ま、リ、あ、に来ます」って「バークレーにします」って言って帰ってきたんですね。 それで指導教員のハンフリー先生ハンフリー・マリス先生に報告したんですがあのとても聞いたんでバークレに決めましって言ったらですねマリス先生が「君はコーネルへ行くべきだ」と言いましてでコーネルにはクリコミ軍のケンウィルソンがいるじゃないかとで少なくともコーネルも訪問してから決めなさいって言ってくれたんですねでも僕はバークレーに行くつもりだったんだけどもそこまで言われたんだと思ってコーネル大学に 連絡取っってて訪問させてもらったんですねそしたら今度はソリューションにまたこの日本人の木下統一郎先生という方がコーネル大学の教授でいらっしゃってで木下先生にお会いしたら「木下先生いのはぜひソリュシロをやりなさいとあの就職なんて言ってもあの良い論文を書いてたら必ず職が得られると思います」というなんか非常にポジティブなことをアドバイスしてくれたんですね。 木下先生はあのこれによって何も保証はしてくれてないんですねいい論文書きなさいって言ってるだけなんででもなんかすごく気分が良くなりましてねあの褒めあのなんていうかインカレージしていただいたんででも即それまで僕はコーネルに決めましてこんなに励ましてくれる先生がいるんだなと思ってそれであの回答期限ギリギリですけど4月15日のギリギリの時バークレーに あの申し訳ないけど結局やめましたって言って他のところにも合格したところにはやめましたって言ってそれでムジブラウン大学を卒業してこれ卒業式の時ですねこの正門があるんですけどこれは卒業式と入学式の時だけ開いてそこを向井静夫さんと僕が出てきたところですね。 それでコーネル大学の大学院にあの入りました。それでですね、アメリカの大学院はですね、あのいろいろの大学から入ってくるんですね。あのアメリカではあの自分の学部行った大学とは違う大学院に行きなさいっていうのはまあディフォルトっていうかそれが普通なんですね。旧ありは皆さんそうしています。 だからいろんな大学から違う大学に来るので、レベルを合わせるために最初の1年間はしっかり講義をするんですね。で、物理数学、電磁気学、量子力学、統計医学。基礎科目をやり直します。で、高年では物理実験は必須で、大体いい入学の前のもう夏休みにそれを取ってしまいなさいって言われて、それを私に取りました。で、それにしろグループでやすですね。2年間、1年間じゃなくて、さらに 理論ですからもうちょっと勉強しなさいということで2年目もですね講義を取りなさいと。で2年目の終わりにですねレポート問題を出してそれに合格したらそれ以上グループに入ることができるんですね。でまあアメリカの大学普通そうだと思いますけど1年目の終わりにですねクオリファイングエグザム資格試験というのがありましてこれは研究を始めていいかという試験ですで。これに 合格するとそのまま残っていいんだけどこれに落ちるともうあなななたは終止を上げるるから出てきなさいというふうになるわけですそれで1年目の終わりにクオリファイング・イザムを買ってで3年目の終わり頃にね今度は博士課程の研究継続をし,していいかどうかの資格試験があってそれ AE ・イザムと言われてましたけどそれに合格する必要がありました。 であの大学になって筆記試験でやる場合もあるんですけど校内の場合はこの両方ともエグザームは全部高等諮問で大体3人の先生がいてそこであの試験を受けると。でそれを、まあ落ちると博士課程や途中でやめて修士号をもらって退学するということです。それであの あのそのね、指導教員は私木下先生なんだけどあのマイナーといって副,副専門として応用数学を取りましてウーフ・ギャンフークス先生という方が私の副専門の指導教員だったんです。なぜこの人を選んだかというとこの1年目の講義がですね素晴らしかったんですね。 あの、応用数学の講義ですけど、まずあの講義ノートを持ってこないんですね。それで黒板でですね、さっさっとこう、あの、定理を書いて、で、証明もさーっと書いていくんですね。ものすごくかっこいいんですね。講義ノートを使わないから。全部頭の中入ってるってというか、その場で再導出してるんでしょうかね。もう当時60代半ばだったと思うんですけど、まあ、すごく頭、明晰で。 あの感動した方ででこの方に感動したので僕はあの副,専門副指導教員としてフークス先生を選んだんですけどこの方はですねあのドイツ出身でユダヤ人だったのであの第二次世界大戦勃発前後にですねドイツを逃れてイギリスに渡ってそれにアメリカに来た方だったんですね。 で数学だけでなく非常に教養の豊かな方でした。で本当に優しい方であの中間試験か期末試験かなんかであの一問ですね僕は終了時間間違になって間違いじゃないかと気づいてあの正しい回答を思いついて のの終わりの方にそっちを書いたんですね付け加えてでも Y の方の回答を消さなかったんですね。あの時間がなかったのだったか,ったから消さなかったのか2つ目の回に100%の自信がなかったので、まあ、両方置いてたらどっちか <laughs> あの部分点でもらえるかなと思って消さなかったんだと思います。こういうことをするとですね僕が教員だ 教授だったらあの多分ダメだとどっちが選べと言うと思うんですね。で東安吉帰ってきたらあのフ先生の採点は一つ目の回で負かとあのでダメだって書いてあったんですけど先生の説明聞いてると僕が末尾に追加した方が正しいっていうことが分かったんで。 講義の後に、フーク先生のところに持って行ってですね、あ、後の方に、あの。正しい回答書いたんですって、言いに行ったんですね。で、さっきも言いましたように、こんなことをすると。どちらの回答を最終回答とするのか、明記してないから、だめだと。僕だったら言うと思うんですけど、今の立場になれば。でも、フーク先生、優しいんですね。あ、二つ目の回答、あ、これは正しいねとか言って、見逃しましたと言って、正解にしてくれて。 だからなんかえらい優しい先生で僕の一つ目の間違った回答を許してくれたような優しい方でした。それでですねあの福祉専門であのほ、まあ、とんどマンツーマンでファイバーバンドで数学の難しい何かの教科書を教えていただいたんですね。週に1回 フーク先生のオフィスに行って自分が勉強してきたところをちょっと自分で説明しようとしてそれをフーク先生が補足してくれるという感じでいろいろと説明していただくとで時々ですねあのちょっと昼前に終わったらご自宅まで呼んでいただいてですね奥さんのドロシーさんと3人で昼食をいただいたりしました時々。 だからこのようなご厚意にですね今となって思って非常に恥ずかしく思うんですけど何もお礼も何もしなかったし何だったんだろうというか自分がんか恥ずかしく今から思います。本当に、ね、あのお昼ご飯作るのも大変だしお金もかかるのに頻繁に呼んでくださったんですね。それで 1997年2月24日に福先生が81歳で亡くなられたという知らせがですね、まあ、当時はまあ僕は分子圏に行ったんですがコーネル大学の候補から届いたんで,で3月8日にコーネル大学でメモリアルサービスがあると知ったんですねでちょうどアメリカ出張の予定があったんでちょっと寄ることにしてそれでメモリアルサービス参加したんですがそのパンフレットにですね このフークス先生の若い頃の写真とそれからフークス先生のメモがこう書かれてましたこのメモの説明を読むとですねフークス先生が死のとこで記憶を頼りに書いて奥さんのドロシーさんに手渡した詩ですねこれなんか江戸ほうにスペンサーフェアリークイーンブックファイブって書いてありますが あのフーク先生がスペンサーの詩をここ記,憶に記憶を頼りに書いたんですね。で「ブック5」って書いてあったんだけどちょっとネットで調べてみたらどうもブック1の「キャント Q」っていうのがあったらしくてこのネットによるとこんな詩が出てきましてこの太字のところがちょうどフーク先生が 記憶を頼りにに書いたのと非常によく一致しているだからやっぱり死の間際まで頭脳明晰だったんだなと非常に感動したことを覚えております。それでコーネル大学の1年目なんですがあのあのさっきも言いましたようにいろんな大学からやってくるのでみんな講義を受講するんですね。それであの そういう意味でいろいろな物理の分野の人と知り合いになります学生同士でまあ宿題も出るし TA の仕事もしないといけないし学部生を教えるんですねあの忙しいんですが、まあ、私は主にこのジョン・ヴィラ・ルービアっていう人と友達になってあの彼はルイジアナ出身なんですけどあの表面物理の実験家ですね彼とよく一緒に学職で あの食事をとったり週末にテニスをやったりしてました、うん、あの僕のアパートまで土曜日に車で迎えに来てですねテニスをやるんですが大体練習をやらせてくれないんですねすぐ試合をしたがるので全然僕は上達せずに一度も勝ったあの1ゲームも取ったことはないんですけれどもうちょっと打ちっぱなしの練習したかったんだけどすぐ試合になっちゃうんで。 これは2004年ですからだいぶ経ってから再開した時の写真です彼は今ナショナルインスティテュート・スタンダードン・テクノロジーというところの研究所に勤めています。それからそのブラウン大学の五十先輩でハーバード大学の大学に行っていた中西先輩が結婚もちょうどされてそれでなんとコーネルの マイクルフィッシャーのところの博士研究員になって伊坂に来たんですね。これで時々日本食を食べさせていただくことになって何 <laughs> か食べ物の話ばっかりで恐縮ですが助かりました。で私の大学院の後半はですねあの前半は主にジョンとばっかり遊んでいたんですけど後半この教団吉田さんって方が と試合になってで彼はすごく顔が広いっつって日本人ほとんどは全員知ってるような感じがして僕は人見知りしてほとんど新しい日本人の友達作ろうともしてなかったんだけど、まあ、彼のおかげでいろんな日本人と知り合いになってまああの彼は言語学の分野ですから勉強というよりはプライベートでいろいろと一緒に遊んだりしてたあの。 助けていただきました。で、千九百八年にはですね。あの。私の素粒子論に東大からですね。博士研究員で河合光さんという方がやってきました。その勉強では河合光さん。でお世話になって、まあ、プライベートで吉田さんにお世話になって。で、吉田さんがいろんな日本人を知っているので。あの、この。 5人でですね、あ6人か僕入れて6人であの翌週末に集まって料理を食べてで青木五郎さんっていうのがあのギターも弾くので彼の,あの伴奏でですねカラオケやったりしてあの頼んでたあの楽しんでたんですね。それであのそしたらこの吉田さんがですねあのこのグループに。 あなたの博士論文で謝辞を述べるべきだと言ったのであの僕の博士論文の最後にですね「メゾン一国」のメンバーに感謝するっていうのを一応ちゃんと書きました他の方が書いてくれるのかなと思ったらどうも誰も謝辞は書いてなくて僕だけこのグループにあの博士論文の謝辞に書いてます それでです、ね、あの自分で言うのなんですけど私は割と優秀だったんですねあの、まあ、小学校中学高校大学と常にトップクラスだったんです。で大学院でもですね講義はあのこれはマイクル・フィッシャーの科目の宿題とこれは期末試験ですね。 で宿題の採点も非常にいいし、それから、期末試験も、very good work, マイク・フィッシャーというサイン入りで、こう、答案用紙に書いてくる。科目としては非常に、あの、優秀だったんですけど、研究はダメだったんですね。そういう意味で、ただ、ただの人になったと思いました。だから、講義では良い成績を上げても、研究では全く普通の人だと判明したんですね。 だからあのちょっと自分で自分が不甲斐なかったんですけれどで木下先生と話してても、ね、僕の前に宇川明さんって方がやっぱり東大から来て博士研究員で木下先生と共同研究をやって、まあ、華々しくやられたんでよく宇川さんの話が出てきたんで「宇川さんでどんな方でしたか」とか言ったら「すごい優秀だったよ」とか言って。 木下先生がおっしゃったんで僕はどうも私は出来が悪くて申し訳ありませんというふうにまあ思ってたんですね。で海外に住む日本人に2つのパターンがあります。一つはもうその国が万々歳になってしまってですね日本なんかダメな国だというようななっちゃう人がいるんですね。で日本を貶としめることも平気であの外国人と一緒になって日本を貶としめたりする。 なってしまう人のパターンと、もう一つはですね、日本が批判されるたびに、まあ日本代表で日本を代表してきているような気分になっちゃって、日本が批判されるたび一生懸命日本を弁護してですね、まあいわゆる愛国者になるパターンがあると思います。私は後者ですね。だからアメリカ人でも他の国の人でもちょっと日本を批判したりすると、あのそれはまあ,あのゆえあることならいいんだけど、なんか全然。 誤解とかで批判したりするそれは一生懸命それは違うとか言ってあの弁,弁護したりしてたんですね。だから日本代表のつもりでいるからちょっと自分の出来の悪さに非常に不甲斐なく思ってたんです。そこへ天才河合が現れたのでですね非常に私も日本人としての面目を保ってたのは河合さんのおかげで。 日本人は偉いんだぞっていうのをなんか責めて非常にうれしかったですあの。ソリューシロンの分野ではですねあのものすごく頭のいい人たくさんやってるんですねだからちょっと議論すれば大体その人はどれぐらいの実力を持つかすぐ分かります。でだからもう加谷さんなんかもうこの今年のソリューシロングループに6人ぐらい博士研究員いたんですけども そのの中かかららみんなからこの人は天才だともうみんなが一目を置かれてたんですねだからあるポストが「光るいザ・リトル・ジーニアス」小さな天才というふうな言い方をしてましたけど、まあ、このリトルがついてるのはあのニュートンやアインシュタインが普通のジーニアスだとしたらまあ河合さんはリトルだとリトル天才だと。 小さな天才というふうな、まあ、これは褒,めこと褒め言葉です。でバ,バージナル行った時にあのブランス・センジャノビッツっていう助教師がいたんで河合さんがいかに優秀だったかを話したらこの人が言ったのはあのそういえば天才といえばあの自分がニューヨークのニューヨーク私立大学に行ったと時に。 日本から来てたと、四年谷谷谷さんという博士研究にいたけど、ちょっと議論したら、あ、これは天才だと。分かって、前の人にみんなここに天才がいるよと叫んだのを思い出したよとか。彼が言ってました。それでですね。加井さんが来てからは。もう本当に。あの、華々しく。で、あまりに優秀なので。特別講義を。 頼まれてあのマリーていう難しい概念についてそれには他の教員ももう聞きにくるぐらいの熱狂ぶりだったんですけどある時アシエさんプロフェッサーの公募が出ましてソリシロングループからそこに多くの人が応募したあのコンネルソリシロングループの博士研究員も川谷さん以外みんな応募したんですねでも川谷さんは自分は関係ないと思って 応募しなかったらある時教授がやってきて「これは君の君のために工房を作ったんだからなんで応募してくれないんだ」って言われたんで <laughs> 河合さんが「え?」とか言ってそれで慌てて応募して博士研究員からあのアシスタントプロフェッサーに昇進しました。ここれれは非常に異例なことなととんんでですねそれで、えっと、河合さんと ソン当時独身でしたしあの我々も一人ですので夕食へよく一緒に行って他の大学院生このベニーなんていうユーゴ・セビアからクロアチアですかから来た大学院生たちと一緒に夕食に行ってそれで帰ってくるとあのセミナー室のであのお茶飲みながらコーヒーとかお茶飲みながらですねいろいろと。 雑談すするんですねそれで私がえっと川合さんにその時チャット聞いたのはエト東フとの非可較ゲ芸ジ理論の繰り込み可能性を証明した論文の内容についてなんですね。これはノーベル賞に輝いた仕事なんですが長い上に難しくてですね僕なんかが何回読んでも,もう理解できずに途中で挫折してしまっていたんですね。でこの論文はどういうことですか 谷さんに聞いたらその場でですねノートも何も見ずにさっさと黒板でですねこのエト江フとの難しい論文を説明始めたんですねもうこれにはこう前の大学生みんな発見に取られてですね天才だという <laughs> 感動したのを覚えておりますだから夕食後のセミナー室でいろいろと川谷さんには教えてもらったんですねで そのソリューシロンの基礎の研究に関わること以外にもですね、算数とか高校生に当てた問題みたいな問題も時々彼が出すことがあって、ある時こんな問題を彼が出したんですね。これ全部接している円が4つあると。半径 A, A、円 A の半径は2。円 B の半径は3。円 C の半径は1だと。その時 D1 の円の半径はいくつかと。 こういう問題を我々大学院生に出してで我々はこれは方程式を立ててですねなんとか一生懸命を解こうとするわけですねでもなかなか解けないですねそしたらか谷さんが笑って「いやこれはこうやるんだよ」とか言ってでこの境形変換をやればこれ円から境形変換っていうのは円から円または直線にマッピングできるんでこっちにマッピングしちゃうと あの全部この同じ A と B の直線の間に全部接している円があってでこれからまた逆変換したらあ半径がすぐ求まって DN の,の半径は6たす N 乗分の6だよとパッとこう出さてでこれでまた我々はギャフンと言わされて天才だというようなことをまあ思ってたわけです。で木下統一郎先生っていう僕の指導教員はあの。 多分世界でもです、ね、最も多くの桁数の実験値と計算値の一致を示した、まあ、木下先生は計算ですが人です。で電子の異常磁気モーメントという量がありましてあの磁気モーメント G というのは普通は2なんですね。で2からちょっとずれる量これを A で定義してますがそれを実験で非常に精度をよく求めることができます。 で木下先生の計算はこっちですね。そ約10桁ですか実験値とは一致すると。多分10桁近く理論と実験が一致するっていう物理量は多分これ以上はないんじゃないかなと思うぐらいもうまあ世界の第一人者です。最近の論文はこれですねこの名古屋大学の早川さんなんかも著者になってますが。で僕も 博士家庭の論文はこういう計算の論文を書いたわけです。一方河江さんはですね、あの、彼の博士論文は江口河江模型って言って、それで、あの、ラージエヌ理論という素粒子の、あの、理論で、でこれではもう西名賞を取ってるんですね。あの西名賞っていうのは物理学の 日本の物理学の分野では最も権威ある賞なんですけど、だから博士論文がこの西名賞に輝いたということです。あと四次元理論とか、四次元原理論とか、二次元量子重力とか、いろいろ有名な仕事をいろいろとされていた方ですね。この人の偉い先生方にいろいろ指導を受けたわけですが、木下先生の話をもうちょっとしますと、えっと、あ 1990年頃にいろいろとも計算を一区切り出されて、この本を出されたんですね。その時に木下先生にサインをいただいたんですけれど、それが21世紀の物理がどうなるか楽しみですっていうメッセージをいただきました。それである時ですね、河合さんが言ったんですけれど、あのさっき木下先生に なぜレプトンの異常時期モーメントあそこまで精度よく計算するんですかと聞いたらそれは実験値と合うのを目指しているのではなくむしろ実験値と食いい違った結果が出るることとを望んでいるのでのすと実験値と理論値が合わなくなれば標準模型を超えた新しい物理が発見される可能性があるからですという答えだったよとなるほどねと感心したねというのは川合さんが言ってたんですね。でまさに これがあの木下先生の言葉が40年経った今でもですねあの言えることで去年出た論文で実験とこの二乗磁気モーメントの量が実験と理論が4.2シグマもずれてますよとだから新しい物理学が必要だっていうような論文が去年出てるぐらいですのでこの木下先生が目指したことが今現実となりつつあるなと思っております。 それから、コーネルの、ソリューショングッピーには、河合さん以外にもすごい若手がいましてですね。マイクル・ペスキンっていうのが、ハーバード大学から、あの、やってきて、コーネルだとスタンフォード大学へ移った方ですけど、確か奥さんがコーネルの大学院へ行っていたので、その間コーネルに行きたいっていうんで、コーネルのアシスタントのプロフェッサーになっていた方だと思います。非常に頭のいい方で、 しかも説明が上手なんですね理解,理解が深いので。で皆に望まれて大学院生向けのバノ理論ロの講義をやってくれたんですがで講義ノートも配ってくれてで非常に分かりやすかったので,でみんな喜んだんですが多分ですね今これ世界中で有名ないろんな人が読んでいる「ペスキン・シュレーダー」っていうこの教科書はですねこの時の彼が初めてやった講義ノートから発展したものだと思っております。 それからです、ね、ポール・ギンスパーグっていう人がいてこれ2年大学院の僕より学年上の人ですがハーバード大学の学部を卒業してから光明大学の我々のいるソリューションの大学院生になってきた人ですけれどこの人も,もうむちゃくちゃ頭がいい人で、あのー、セミナーがあるとセミナーの発表者をやっつけるっていうか質問攻めにしてですね立ち往生させたりして。 まああのセミナーの主のような存在だったんですね。でこんなようで博士号を取ってからハーバードへジュニアフェローアシスタントプロフェッサーのような感じですねで帰ってその後ロスアルムス国立研究所行ってそこで有名なプレプリントサーバーアーカイブっていうのを立ち上げました。このアーカイブプレプリントサーバーっていうのも世界中で今使われてますからそれを立ち上げたのがこのポール・ギンスバーグなんですねで。あの時ですね大学院室でしゃべってたら彼が言うには。 実は僕は高校中退なんだよと学校の勉強が面白くなくて中退して計算機ソフトウェアの会社に勤めたんだけど結局大学へ行きたくなってハーバードへ入ったんだっていうようなことを言ってて一色の経歴の持ち主ですねそれで僕が高年の大学にいる間に4人のあい5人か4回ノーベル賞が出ましたでこの3回目の 人はちょうど僕たちのソリュショングループの教授で、この人がノーベル賞をちょうど我々在学中に取ったんですね。で、このケンブリソンのノーベル賞ですけど、ケンブリソンって大体あのいつももう自分の計算プログラムをずっと書いているような人で、あのセミナー中でもですね後ろの方に座ってあの発表はまともに聞かずにですね計算プログラムをずっと書いていたような人なんですけれど、ノーベル賞を取ったらいけないですね。 あの企業とか政府の人を呼び出し呼んでセミナーしてもらったりスーツを着てですねやりだしたんですねそれでアメリカの国内に数箇所のスーパーコンピューターの設立をですねアメリカ政府に働きかけたりしてたみたいですである時学内の講演でこのままでは日本に負けてしまうからアメリカもスーパーコンピューターの技術の開発を急ぐべきだすっていうようなことを言ってたんですね だからちょっっとと大げさだなと思って日本,の日本に負けるってことはないだろうと大げさだなと思ったとともにあとこの人は愛国主義なんだなと主義者だなと思ってたんですが最近ですねこの小柳義雄さんって方の書いた記事を読んだらですねあの1983年の8月3日から10日にコーネル大学を訪問したと。 でそこでケン・ウィルソンが招待講演をやったんだけど日本もスーパーコンピューターでいろいろ頑張っているんだがこれはリトルリーグにしすぎないとアメリカのコンピューターはメジャーリーグで本気でやればひとひねりだというようなあの発言をしてたらしいんですけどそれで講演の後に小柳さんが直接彼に会ってちょっと話をしてで小柳さんたちは。 日本で格子ゲージのための専用並列計算機を計画しているがあの予算獲得に困っていると言ったらですねケン・ウィリソンが「俺が何をやっているか知っているかと日本に負けるぞ」と煽って政府から予算を引き出そうとしているんだぞと「君たちも同じことをやればいいんだよ」というようなことを言ってたんでああむしろ予算を取るためにウィリソン先生はああいうことを言ってたんだなというのが何十年かたって分かりました。 それで最初に論文だったのは木下先生と仕事じゃなくて河合さんとのゲージ理論のランダム面のモンテカルシミュレーションですね河合塾であのモンテカルフを教えてもらったんでそれを使ってそれであのランダム面の枚数を数えると数値的にそういう論文を書きました。それが年ですね それから二つ目の論文は木下先生との論文で我々が求めた理論値がこれでそれで実験がこれで6桁ぐらいやっぱり一致しますよというような論文を書いてこれであの私の博士論文は河合さんとの格子ゲージ理論のシミュレーションの話と木下先生と の、非常時期モーメントの計算で、あの。博士論文を仕上げました。それで年、千九百八十八月に学位を取得したんですけど。卒業式は六月なんで、翌年の六月に、あの、卒業式に。あの、バージニアから帰ってきて、出ました。